ちゃん。母ちゃんたら、ここだよ。何してんだい。修一。よかった。よかったよ。母ちゃんね、あんたの顔を見るまでは心配で心配で。おじいちゃんの家ではどんなにびっくりしたか知りやしないよ。でもさ、よく働く気になっておくれだったね。働かなければ食えないじゃないか。そりゃそうだよ。ねえ。大きくなって。なんだかこうやって母ちゃんと並んで歩くのが決まりが悪いくらいだよ。工場面白いかい？月給いくらくれんだよ。どうせ始まりやすいさ。安くたって僕はいいんだ。自分で働いて暮らしてるんだもん。電気技師になろうと思って夜学院も通ってるんだ。ふーん、そう。そうなの。電気の技師さんになるのかい？電気の技師さん。偉いんだね。そうなら母ちゃんと一緒に暮らせんね。母ちゃんの方の商売も近頃はさっぱりだし。本当に心細いんだよ。それにもう年だしね。僕、購買電話かけられるの困るよ。どうしてだよ。母親だっつってかけてんだからいいじゃん。工場の人だって電話口で親切に教えてくれたよ。あんたが何して働いてるか田舎の人だってみんな知ってるんだ。恥ずかしくていられないんだ。それで出てきたんだよ。そんなこと言わせら言ったって。あんた恥ずかしくないのかい。なんだよお前なんて。なんだよ、親に向かってお前とはなんだよ。私ね、あんたを立派に育てたいばっかり。この年になってこんな情けない商売してるんじゃない。あんまりバカにしないでおくれよ。子供を育てるのは親の責任じゃないか。何？ねえ秀一、母ちゃんたちの商売ももうできなくなるんだよ。お国の法律で辞めさせられんだよ。そうなったら母ちゃんどうするの。あんたを頼るよりしょうがないじゃない。母ちゃんね、長い間待ってたんだよ、あんたと暮らせる時を。ね、お願いだからもうそんなに怒らないでおくれね。今日限りあんたと別れます。もう会わないでほしいんだ。親だとか子だとかそんなことはもう考えないでください。秀一、お前よくも母ちゃんにそんなむごいことが言える。嫌だよ秀一。行かない秀一。